enough connect for Africa and the world. 私はケネディというものなんですが、はい、今日時間いただいて本当にありがたく思っております。まず、銀メダル、もう全員アフリカ代表しておめでとうございます。皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。皆様本当にどんな人かわからないので、ね、あの会ったこともないし、これから皆様自己紹介してもらって、その後に、モネカさん、自己紹介していただこうなと私は思っております。じゃあ、はい、これからあの自己紹介してください。こんにちは、現在東京大学の工学部に通っています。最高、コメント、花です。私も日本とナイジェリア、アナンドラの着物とミックスで、今回はインタビューのメリットとして参加させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。次は？はい、はじめまして。私はミス・ユニバース・ジャパンの栃木愛者といいます。私はガーナと日本のハーフで、よくモニカさんがライムちゃんのインスタグラムにやってるのを見てて、ライムちゃんもその同じく私と2位だった子だったんですけど、ああ、そうなんです。それでよく見ています。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、私はワンバーエミリーと言います。今、上智大学の4年生で、私も同じくナイジェリアと日本で、同じルーちゃん持つ。ということで、ちょっとオリンピック期間中もお話ししました。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。それで、この勢ぞろい、私一人の男性でここに座って幸せと思いなさいから、皆さん。我々の、 あの今、アフリカの方々、まあ、本当にあの日本で大きなスタートアップをやられて、皆さんも見ていただいているんですが、こうやってあなたと話しているというのは、皆様も伝えていくということになって、ちょっと自己紹介していただけますか。あ、私のですか。はいはいはい。あ、はい、女子バスケットボール日本代表のオコエモニカです。なんだろう、自己紹介。22歳です。何歳ですか、皆さん。同い年くらい。同い年くらい。私たち同じ年ですよ。そうですね、そんぐらいですかね。あ、ナイジェリアと日本のハーフです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、追求してきますよ、ナイジェリアと日本のハーフって言うから。我々もナイジェリアとガーナとか日本のハーフですよ、ここで。そうですね。こっちは、ね、アフリカおじいさん。アフリカおじいさんっていう。そうなんですよ。じゃあ、ちょっとね、淡々と時間ないという分かってますので、あの、質問の方に移りさせていただきたいと思うんですが。はい。じゃあ最初の質問は、はい、誰ですか。はい、じゃあ、はい、はい、質問がありまして、もともとすごい活躍されてるのは、はい、あの十分知ってるんですけども、こう金、あの銀メダルを取ってからどのように生活が変わったり、またはどのように影響されましたか。そうですね、やっぱりオリンピアンとメダリストって全然違くて、まあ、オリンピックに出るだけでも素晴らしいことだと思うんですけど、やっぱりメダルを取って、やっぱ SNS だったり、やっぱ周りの人も変わってきて、やっぱ自分のプライベートが少し少なくなっちゃったかなっていう感じですけど、でもすごくあの嬉しいですし、やっぱここまで頑張ってきてよかったなと思います。はい。より多くの人からの反響があったって形ですかね。はい、そうですね、なんかナイジェリア人のいろんな人たちも見ててくれて、あのやっぱり今まではこう日本のファンの方々が多かったんですけど、アフリカの人だったりアメリカの人だったり、もう全世界がやっぱりオリンピックは見てるんだなってすごく実感しました。あ、すごい、素晴らしいですね。今まであなたのこと嫌いな方がもう挨拶してくれたりするということなんですか。え、あなた今まで会ったらほら無視したりとか挨拶してくれなかったりとかっていうのあるじゃないですか。そう、結局このメダル取ってもう挨拶してくれるようになった、はい、そういう人いたんですか。まあ、そうですね。そうですね。はい。まあ、はい。いろんな人がいますもんね。ちょっと付き合ってくれとかって言ってる人いるんですか。
いやいや、そこまで。わかりました。はい、じゃあ次の質問に行きましょう。次の質問に移らせていただきます。はい、本当に女子バスケとかで活躍されてると思うんですけど、はい、そもそも最初にバスケット始めようと思ったきっかけは何だったんですか？ですね、私はフラダンスを小さい頃からやっていて、で、あの走るのが大嫌いですし、動くのが大嫌いだったんですよ。で、小学校6年生か5年生ぐらいの時に、あの自分が通ってた小学校の、バスケットボール大会に出なきゃいけなくて、その人数が足りなくて助っ人で呼ばれて、まあ、一応出たんですよね。そしたらちょっと MVP をいただいて、で、あのバスケやらないかってあの、まあ、されたんですけど、やっぱり私は動くのが大嫌いだったので、いや、あのなんだっけ、フラダンスをやりますって言ってお断りしたんですけど、お母さんがそこからこれからの人生で両立するのは難しいからどちらかにしてって言われて、迷わずフラダンスって答えたんですけど、次の日にお母さんがフラダンスにやめますって言って、そうですね、そこがきっかけでバスケを始めました。はい、いい選択しましたね。お母さんは知ってたんですね。絶対に出るみたいな。そう、素晴らしいですね。やっぱりお母さん先見の目あるよね。見事です。じゃあ次の質問移りましょう。はい、はい、モニカさんはもちろんお兄様 の、 あのオコエリクさんも、はい、あのナイジェリアとのミックスとして初めてプロの野球選手としてご活躍されていますけれども、はい、そういったお兄さんの存在ですとか、あのお兄さんが成し遂げたことだったりっていうのがモニカさんに影響を与えたりしたことはあったんでしょうか？そうですね、常にやっぱりお兄ちゃんの背中を見て生きてきたので、なんだろう、影響、もうお兄ちゃんが自分の人生のお手本の人でありライバルであり、お兄ちゃんのようになりたいので、やっぱそれを、自分は兄弟がいて本当に良かったなって思いますし、お兄ちゃん自分の力ではだけではなくて、今この場にいるのもお兄ちゃんのおかげでもあるんじゃないかなって思います。はい、お兄さんの名前なんて、お兄ちゃんお兄ちゃんって言ったら誰も分かんないから、あなたのお兄さんの名前なんですか？あ、オコエルイです。そうですよね。そう言ってもらわないとね、誰も分かんないですよ。みんな分かるんですよ。みんな分かるんだよ。この女性軍団、すぐ俺のこと怒られるんですよ。やっぱり、ね、しっかりしないとダメですね。じゃあどうぞ、じゃあ次の質問に行きましょう。はい、次の質問です。あの、はい、日本にいて、そのもちろんバイレーションなルーツを持っていて、いいこともたくさんあったと思うんですけども、何か大変な経験っていうのはありましたか？そうですね、まあ、やっぱり小さい頃自分は自信がなくて、それがやっぱりバスケにもちょっと影響していた部分があって、それがなぜかっていうと、やっぱり、常に人に見られて生きてきた。髪型が違うし肌の色が違う、やっぱり自分とは何かって常に考えながら生きてきたので、みんな違ってみんないいっていうのがやっぱり小さい時には分からないので、うん、あと自分が小さい時にやっぱりロールモデルが全然いなくて、そういうところで苦労して、なんていうんですかね、そういうところがやっぱり、はい、難しかったところですね、苦労したところです。はい、でも今はすごくもうこんななんか立派な選手になって、とてもいいロールモデルになっていると思います、本当に。はい。バイレーションを持つ子たちにもすごい自信がついていると思います。ありがとうございます。もう誰でもね、やっぱりいろんなあなたみたいな方々がいっぱいいるんですよ、日本で。やっぱり大人になってくると、あ、これがいい価値があるんだなとかっていう分かってくるんですよね。はい、でもほら、ちっちゃいうちに俺が違う、これだけ違うだからっていう悩む、ね、はい、子供いるんだから、やっぱあなたたちみたいにやっぱりいい影響を与えるんじゃないのかなと私は思うので、ね、はい、嬉しいですね。はい、次の質問いきましょう。すぐ逃げちゃうよ、このモニカさんに逃げちゃうよ、質問してもらわないと。今話してもらったら、結構日本で暮らしていく中で大変なことって多かったと思う
ですけど、バスケをすることっていうのはそういう状況の中でどういうふうな変化をもたらしたと思いますか？そうですね、やっぱり、さっき言ったようにみんな違ってみんないいっていうことをいろんな方々に、あの肌の色とか人種とか関係なしに、やっぱり自分の、ね、なんていうんですかね、嫌な部分、あのなんていうんですか、普通の人間でも誰でもあるじゃないですか、はい、そういうところを受け入れて頑張り続ければあのいいところに行けるし幸せになれるし、そういうことをやっぱりあの伝えれればなって思います。はい、いいメッセージだよね。素敵。いや、元に戻りたいな。勉強ないようにしないとダメだよね。そうなんです、ね、ちょっと次の質問やってくれる、はい、その後いい質問だこれ、はい、少し話は変わってしまうんですけれども、あの、はい、お父様はあのナイジェリア の, あのイボ出身といったことで、ナイジェリアに行かれたことはありますか？はい、はい、あります。はい、すいません。その時のナイジェリアの印象だったり、ナイジェリア人への印象だったりって言ったものだったら教えてください。はい、自分がその自信がなかった時に、あのお父さんがナイジェリアに行かないかっていうことで初めてナイジェリアに行って、やっぱ自分と同い年の子が汗水流して働いてる姿を見て、すごいもう涙を流して私はそれを見たのがすごい思い出で、やっぱりそういうところで育ったお父さんを誇りに思いましたし、やっぱなんでこんな幸せな国にいるのにこんな小さなことで悩んでるんだろうって思って、やっぱりあとバスケも一緒にやらせてもらって、裸足でやってる子もいれば、ボロボロの靴を履いてる子もいれば、ネットリングのネットがない子たち、あ、リングのネットがない中でバスケットやっていて、でも何が違うってみんな笑顔だったんですね。でその姿を見て、日本にこんな素晴らしい環境にいるのって当たり前じゃないし、生まれた場所がここなだけであって、あのこういう小さいことで悩んでたらいけないんだって思って、そこから自信がすごく湧いて、バスケットでも、主張できるようになったし、やっぱリーダーシップっていうのを発揮できるようになって、やっぱ私の人生においてナイジェリアに行ったことはすごく、あのなんていうんですかね、今の自分を変えている気がします。はい、俺今泣こうかなと思って、えあなたの話を聞いて泣こうかなと思って、泣き方ばかりですよ。こんないいこと、素晴らしい、素晴らしいっすよ。やっぱりどれぐらい自分でね、あの他人の水を飲んで、まあその場合はあなたは他人の水を飲んでるわけじゃないから、自分のふるさとを持ったっていう、ナイジェリアの、あのなんだっけ、バイエ、なんて言ったっけ、ハーフ食べてた、それそこにいて、やっぱりあ、これぐらい恵まれてるんだと、この小さなことで悩んじゃいけないなっていう、本当にね、あのみんなこのメッセージをしてほしいんですよね。日本にいるハーフたち、まだ、はい、ほらチャンスない子たちいっぱいいるじゃないですか。アフリカにまだ行ってないんですよ。ナチュラルまで行ってない。やっぱりあなたの話、何歳の時にいたんですか、ちなみに。ちなみに何歳、はい、何歳の時にいたんですか。何歳で、全然やっぱりバスケをやってたので時間がなくて、高校3年生の時に、あ、じゃあちょうど、ね、はい、もう大きくなってからみたいな、そうです、はい、その時ナイジェリアの、まあまあまあ、じゃあとりあえず質問進みましょう。これは すごい、ね、いい回答と私、はい、思っております。じゃあ次の質問するまんなと、はい、そこに何か聞きたいことあるんですか、ナイジェリアの、ナイジェリアについて。あ、その私の次の質問がちょっとナイジェリアについてなんですけど、はい、あのナイジェリア行った際に好きな料理はありましたか？好きな料理はちょっとあんまり口に合わなかったんですけど、余計なこと言ってんじゃないよ。でもなんかあのおじいちゃんおばあちゃんがあの、うん、ホテルをこう経営しているので、そこのホテルにずっと泊まってるんですけど、うん、ホテルの料理ちょっと名前わかんないんですけど、でもなんかヤム芋、ヤム芋、ああヤム芋ね、はい、結構、はい、好きでずっと食べてました。あとフランテン、あ、バナナみたいね、バナナみたい、はい、お菓子みたい、そうそうそう、マック開けてね、そうですね、はい、あ、
結構いろいろ食べてたんですね。いろいろ食べてたら、くちゃまな形言ってんだけど。そうなんですか。じゃあ何、言葉、何、イボですよね、お父さんは。え？イボの人。イボです、はい。言葉は、あのイボン語っていうのは何か覚えてますか？イボ語。日本語？イボ語、イボ語。イボ語全然わかんないですね。全然わかんないです。わかんないですね。はい、わかんないです。エミリー教えてやんない。例えば、名前なんですかとか。ケダファイ。ケドアファイ。全然わかんない。お名前は何ですかっていうことです。ああ、そういう意味で。だから、アファンボモニカって答えます。アファンボモニカ、言ってくれる？繰り返してくれる？え？アファンボモニカ。聞き取りづらくて。あ、そうなんだ。じゃあ言って。アファンボモニカ。アファンボモニカ。おアファンボモニカ、の My name is Monica です。わかりました。はい、覚えておきます。ぜひ使ってください。覚えます。アファンボモネカ。あ、じゃあナイジェリア料理はまだエグシスープとか。あ、食べました。あ、食べました。食べました。あ、それは家でも結構お母さんお父さんが作ってくれる。はい。オクラとかオクラスープとか。そうですね。はい。ベスープとか。はい。どんどん出てくる。怖い怖い。あ、そうなんですか。それも、はい、うちでこっち日本側でも食べれるっていうことですね。え？日本側の方でもあのそのアフリカ料理うちで食べれる。あ、そうです。お母さんが多分お父さんに教えてもらってたまに出てき、はい、出てきます。お母さんすごい。お母さんすごいですね。すごいですね。はい、じゃあ次の質問。はい、あ、じゃあ次の質問もちょっとナイジェリアに関してなんですけど、今現在結構アフリカの多くの国で二重国籍とかを認めていると思うんですけど、例えばそのナイジェリアでプレーするとか、あとはナイジェリアでコーチをするとか、今後ナイジェリアで活動するっていうのを考えられてますか？いや、自分は そんなに考えてないんですけど、まだ自分のバスケットでのやりたいことっていうのがあって、やっぱり海外でプレーすることが今東京オリンピックが終わって、自分の次の目標なので、やっぱそのナイジェリアの動向はまだ考えれてないですね、はい、今次のオリンピックが終わって次の目標に向かってやってるところです、はい、あ、どうか あの例えばアメリカでプロフェッショナルやるとかっていう。そうですね、はい、あ、そういうことですね。もっと強いところで、はい、あの鍛えて、それからいろいろ考えようと。そうですね。次は、パリ五輪に向けてやるので、はいはい、やっぱ日本、日常を世界基準に合わせたいなと思って、やっぱ海外を目指しております。はい、楽しみです。今目指してる場所はどこなんですか？いやー、でもオファーが来たら自分をこう好んでくれてるって捉えてるので、全てやっぱ運命だと思うので、そんなに、はい、自分でここっていうのはあんまりないです。はい、あ、まあやっぱりオファー来てからそれが比べてどう、そうですね、そっちに行きたい、はい、ということ、はい、そうです、はい、ナイジェリア、アフリカまだデータないと。まだないですね。もしあのナイジェリアにいて、あなたあのやっぱりそっちまだ弱いから、技術面もそうだし、この間、ナイジェリアの NTA という、はい、ナイジェリアの放送局とあのインタビューがあってですね、そのインタビューの中で、アフリカから来た選手、はい、あのオリンピック来た選手たちは、やっぱりなんていう、木工で使ってるあの器具とか、例えばあのその波及台でも古くてですね、こっちに来たら明かりとかいろんなの調整するのは大変なわけだから、その辺が、例えば、あなたたちはこっちの先進国でやってるじゃないですか。そうですね、はい。まあそういうのをインターネットを使って、例えば配信できればなとかっていうのがあるじゃないですか。はい。まあ、お声、モネカ様とこれぐらいでやって、こういうことを使って、ここ強くなっていくんだよとかっていう。はい。そういうのね、やっぱり向こうの、あなたに似ている人たちがね、あのやっぱり、あなたみたいにチャンスないわけだから。はい。そういう今の文明社会を利用して、やっぱりみんな、伝えればなと私思っておりま
その辺も視野入れてください。はい、アフリカは忘れちゃうからね。ありがとうございます。じゃあまあ、じゃあ次の、はい、あの、プロバスケット選手に自分の子供たちを育てたいなって思ってるような、あの 親に、あの、もしアドバイスがあれば教えてください。アドバイス難しいですね。あ、でも自分はやっぱり今はロールモデルがたくさんいると思うので、そういう選手たちを見せるのもいいことだと思いますし、でもなんて言うんですかね、自分は自分の気持ちなんですけど、やっぱ感じることって大事だと思うんですよ。だから自分は傷ついた過去があって、自分とは何かって向き合ったので、そのプロセスは今はすごく良かったんじゃないかなって思うので、なんていうんですか、全てよいしょよいしょでケアしてあげるんじゃなくて、時にはそっとしてあげるとか、自分で感じることもすごく大事だと思います。はい。皆様個人個人で何か質問がある、みたいなんですよ。何かね、個人的にで質問したいものがあればちょっと聞いてください。また質問っていうより、すごい本当に、あの、モニカさんはたくさんのバイレーションの子たちにとてもいい影響を与えていると思うので、はい、何かそういった子たちに、バイレーションのルーツを持つ子たちにアドバイスだったりメッセージっていうのはありますか？はい。ハーフの子たちにですよね、はい、生まれた時はこんな東京オリンピックの決勝のコートに立ってるなんて想像もしてないし、バスケを始めた時にも想像してないけど、常に夢を立てて、何回転んでも何回へこんでも立ち上がること、それはバスケだけじゃなくて人生においても嫌なことだったり辛いことってたくさんあると思うんですけど、何回転んでも失敗しても立ち上がってきた人には素晴らしい何かが待ってるんじゃないかなってすごく思います。はい、今日は努力に勝る天才ないということですよね。そうですね、はい、と思います。わかんないけどすごい素晴らしい素敵な素晴らしい素敵ですよね。あの、先ほどナイジェリアに行ったことが結構、あの、ご自身の人生の中でもいいターニングポイントになったとおっしゃってたと思うんですけど、はい、これから先またナイジェリアに訪れる予定などありますか？はい、すごく行きたいんですけど、やっぱり今もアジア大会で1ヶ月半ぐらい 家に帰ってなかったり、やっぱオリンピックのあの5年間もほぼ家に帰れてないので全然時間がなくて、やっぱり、やっぱ時間があったらぜひ行きたいです。そうですね。はい。ネジラの方々も待ってると思います。もちろん、じいさんばあさんみんな待ってますよ。ありがとうございます。今、これあなたのビデオ公開したら、もう大変なことになってると思うんですよ。なりますかね。なりますよ。なりますよ。みんなもう本当に、待ってますよ。ぜひ来てくださいと。はい。ぜひ、まあ、もちろん期間中に、あの、練習中になかなか行けないんじゃないかなという、もちろん厳しいあれなんだと思うんですけど、はい、でもぜひ時間があったときに、はい、我々のやっぱりプライドなわけ、はい、ここに座ってる、ね、方々も我々のプライドだから、プライドじゃなかったら俺呼ばないんですよ。パネリストがパネリストがないから、はい、それ見本になってこれから伸びてくる子たちはもう、はい、我々、私一人だけだから、私こういうものだけじゃないと頑張ればできるんだよとかっていう、はいはい、メッセージなんですよ。あなたこうやってここまでできて、はい、銀ですよね。銀メダリストですよ。ありがとうございます。もうあの金メダリストって言ってもおかしくないんだ。アメリカはあんなの50国だけ、50州だけ。あんなの 50カ国なんですよ。あれはアメリカはでかいから、そこにあなたたちはもうスーッとだけで、差があんまりなかったじゃないですか。試合中のリズムだったんだけど。それでなんでそんなあなた力の源は何ですか？結構すごいボール持ったらもうずっぱりもうポンって入れたりするじゃないですか。なんでそんな、なんでそんな力あるんですか？何食べてるんですか？力ですか？プレーの力ですか？プレーの力もちろんだから、なんで自信とかさ、もう結構自信があるじゃない。いや、私は自信が持てたのは、その、うん、何ですかね、ナイジェリアに行ってからなんですけど、そうですね、うん、やっぱこのプロになってからも全然自信がなかったんですけど、やっぱりなんだろうな
やっぱナイジェリアに行ってから自分は変わりました、すごく。いい話だな、はい、何十年かないとダメだよ、かなそうですね。あとはやっぱり年齢は言い訳にしてはいけないと思います。私はやっぱり一番下で22歳だったので、やっぱ経験値って素晴らしくて、やっぱ経験ってすごく大事で、いろんなことを経験してたらやっぱ強い人間になるじゃないですか。やっぱりバスケットもいろんな大会で経験していくことで素晴らしい選手になるので、私はその経験値がなあんまりなかったので、もう自分が一番下手なんだって思い込んで、だけど絶対に残りたい、絶対にオリンピックに出たいって言って、はい、経験値に勝てるところってやっぱりもうがむしゃらにやることだと思ったので、やっぱ素晴らしい先輩方がいるんですけど、やっぱ年齢を言い訳にせずにやることも大切だなってことを学びました。はい、すごい強い意志があるんです、ね、意志あるんだよねこのインタビューの前にあなたのインスタグラム拝見させていたんですよはい、それであなた結構よく踊るんですよね。踊ってるシーンが結構あったんですよねTikTok とかの、そうですね、はい、それもなんか最近で、やっぱり日本のなんて言うんですかね、文化、真面目でいないといけない、うん、スポーツ選手はスポーツ選手らしくいないといけない、なんかその常識をもうちょっと私は壊せたらなと思って、なんかすごい、そうですね、それってやっぱり生きづらい人もいるし、うん、私は一人の女性でもあるし、人間でもある、なんか、なんて言うんですかね、真面目でいないといけないっていうのは、やっぱ一番お兄ちゃんがすごく分かってると思うんですけど、うん、やっぱいろんなところで目がつけられますけど、やっぱり結果で返していくことも大切だなって思います。もう大事、はい、大事なんですよね。結果は大事ですよ。結果は大事。意味があるんですね。意味があるね。そういう意味があるんですよ。本当です。そうですね。今度私たちと一緒に踊ってくれますか。ぜひ。ぜひ。練習しよう。何が練習？ミスユニバース練習しよう、練習する。踊れない。そうですね、ウォーキングとか。そうなんだ。あんた僕に教えてもらえない。やっぱり素晴らしいよね。こういうね、出てる人は何があるんですよ。頑張ってね。もう本当に頑張って視力を尽くして出てる人は何かあるんですよ。信念ね、固めて頑張らないとどうにもならないんだよ。俺らみたいなパプラパンになっちゃうやな。俺らの世代、あなたと同じお父さんの世代なわけだから、日本で。同じ時、あなたのお父さんと同じあたりに、同じ時に多分日本に来てると思うんですよ。いつかあ、そうなんです、ね。世代は同じと私は思う。はい、あの名前なんだか、ベナンの子。八村塁君のお父さん。はい。そうそうそう、うん、同じやはり大学出て仕事ないから、それで我々はもうやっぱり生き延びるために他人の水を飲まされて、はい、学びながらいろいろ今日まで、はい、あなたたちそのね、あの屈辱受けないように、仕方がなく屈辱するっていうないように、はい、まあ、もう本当に視力を尽くしてまいりたいなと思って、こういうプラクティス、はい、あなたたちの声も拾えなかったりするという人もいる、うん、あの媒体とかその記者とかもいるじゃないですか、うんうん、そうならないように我々はそれをやっぱ投資して、あなたたちに、うん、いつでも何を言いたいのか正当ならば、はい、あなたたちには貸せるんですよ、自由その力、はい、だからこういう NAF Connect for Africa and the World という名前なんですが、うん、そこに名前を覚えていただいたら、各あのうち の番組に出てきてくれた選手、あの人々、いろんなハイプロファイルの人々に出てくれてるんですけど、最後にうちのスローガンが言ってくれるんですよ。ナフコネットのスローガンっていうのを、はい、アイシャさん教えてやってくれる。Yes, yes, yes. スローガンが Now Connect, Really Connect っていうスローガンで、はい、ぜひモニカさんにも言っていただけたらと思って。Now connect, really connect.
そうだ、そうそうそう。そう当てるよ。あっさりと言い過ぎて、準備できます。出てないよ、もう一度お願いします。もう一度お願いします。え、言えばいいんですか、はい、そうです、そうです、そうです。Now Connect, Really Connect。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、うちの、公式グッズってあって、うん、はい、帽子とか、T シャツとか、ないんですか、はい、そこら辺。あなたに送りたいので、昨日も、そうですね、ガーナの、ガーナなんだっけ、エブリン選手もインタビューさせていただいたんですよ。させてもらったんですよ。はい、それでエブリンさんも送ってあげてるわけだから、それが、うちらの意思で増えてるわけだから、ちょっと今ね、見せますから、あと終わったら送りますので。はい。おお、かわいい。これはいい土壌、いい土壌を耕さなければいい花咲かせない。かわいい。うちは、まあ、情報、正しい情報をアフリカに渡しましょうと。はい。みんなやっぱり無知な生まれる恐怖感が多いから、やっぱり正しいことをしていれば、はい、まあ、いよいよ生じないな、ということで、この番組終わったら、はい、マネカちゃんに送りたいので、まあ、うちの担当はそっちからメール行くんですけど、それを送るだけじゃないよ、かぶってもらえないと思う。はい、ぜひ、踊りますね。踊ってもらって。そうそうそう。閉めますよ。何かある？何かもうないです。いいですか、はい、じゃあ本当に今日時間頂戴いたしてもありがとうございます。もうあなたの団体の方々も本当にありがたく思っておりますって言っておいてください。はい、ぜひこれからも追求していくから、はい、何かできたら NAF Connect Family だからどん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 呼ぶから、ね、はい、ぜひ来てくださいね。コロナだから、はい、コロナだからこっちほら、Zoom でやってるんですけど、本来はあなたが来て、はい、あるいは私たち来て、はい、一緒にね、いや話し合ってる。コロナ終わったらぜひどうかで、はい、ぜひ、はい、お願いします。欲しいものおごりますから、ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございました。おめでとうございます。応援してます。